はい、皆さんこんばんは。どうも。来ないかな。こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。やっほー、こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。前髪切った。よく気づいたね、翔さん。そうなんです。ちょっと切りました。伸びちゃったから。やあやあやあ、皆さんこんばんは。ありがとうございます。あ、どうもどうも。こんばんは。あ、竹様に切れっこありがとうございます。みんなハートしてくれてありがとう。あ、医薬品さん、招き猫、ありがとうございます。ありがとう。ラーメン T シャツ、そうです、ラーメン T シャツです。タバッチさん、キャンディありがとう。医薬品さん、キャンディありがとう。はるちゃん、招き猫ありがとう。さあさあ、なんかすごいリーの部屋暑いんだけど。かわいいね、ありがとうございます。ティフしか振ってないな。ゴミさん、クマありがとうありがとう。マセイシさん、ケーキありがとう。そう、なんか LINE ライブの TGC 熊本のイベント出てたんですけど、なんかそのまま熊本絶対行くわもんとか言っちゃうの。来てや、ありがとう。すんごい部屋暑い。はるさん、ケニーまたありがとうございます。そう、具材に顔描いてる。そうなの、やばくない？面白くない？ナルトとか卵とかみんな目描いてるの、かわいいよねこれ。ありがとうございます。今日ミンティ動かないね。でも向こうでミンティすごい泣いてるよ。ケンティさん、招き猫ありがとうございます。三重県来てや。三重県行ったことない、リリ多分。ん、行ったことあるのかな。伊勢神宮って三重かな。どこだろう。イカちゃん、おやすみ、来てくれてありがとうありがとうございます。そう、意外とね、髪の毛切ったの好評で嬉しいです。ありがとうございます。実は髪の毛切ったんです。でもなんかもうすごい伸びた感じする。そうだよ、あ、伊勢神宮には行ったことあります。しんのすけだぞー、参見にありがとう、ありがとうございます。そう、伊勢神宮に御朱印帳を始めたきっかけが伊勢神宮で、伊勢神宮の御朱印が一番最初だった。ん、なんか日本語かしい。でも伊勢神宮には行ったことあります。でもあんまり観光とかはしたことないから行ってみたいな。ちゃちゃちゃの TikTok 見たよ。あ、ハニーさんありがとうございます。そう、 TikTok もやってるんで、もしよかったら見てくれたら嬉しいです。あと Twitter と Instagram もやってるので見てくれたら嬉しいです。どっちがいいのかな、耳かけないのと耳かけるの。リカちゃん、おやすみ、間違えた。あ、大丈夫だよもう寝ちゃうのかと思ったけど、どっちがいいのかな、下ろしてんのと。すごい髪触っちゃう。みんなハートしてくれてありがとう。熊野大社、熊野大社は行ったことない。ハニーさん、バラありがとう。クッキーちゃんのね、そう、クッキーちゃんです。かわいいかわいいクッキーちゃん。ふわふわ、久々に曲流してやる。耳かき好きです。本当ですか？耳かきにしようかな。どっちがいいのかな？耳かきとおろしてる。でも、すっかりするよ。すっきりするよね。ねんねん、三島スカイウォーク行った。そうなんです。こないだの土日に三島の方に行きました。三島スカイウォークの吊り橋渡ったんだけど、マジやばかった。めちゃめちゃ揺れたの。なんか、そんなに揺れないと思ったの。意外と見た目頑丈だから、そんなに揺れないべって思ったら、もうめちゃめちゃもうグラングラン揺れて、リリと
ママしか歩いてないんだけど、そこもうすっごい揺れてママちょっと酔っちゃったって言ってたもん。まあリリは大丈夫でした。パパは高所恐怖症だから歩けなくて、ミンちゃんはミンティはあれでした、お留守番だからミンティはパパと一緒にお留守番してた。顔がちゃんと見えるから本当ですか。高いところ平気なの？意外と大丈夫です。高いところは全然大丈夫ですよ。怖いのが無理。なんかでもすごい高いとこ結構好きっていうか、まあ高いとこ大丈夫なんで、なんか1回ぐらいはバンジージャンプやってみたいなって思った。そういつかやってみたいなーってハートありがとうございます。こんばんは、お久しぶりです。ありがとう、おさんありがとうございます。みんちゃん留守番、そうミンティは留守番だった。自分も3月行ってきた。あれあれダメだ自分。マジで？やっぱさ、高所恐怖症の人とかいるよね。確かに揺れるもんね。怖いよね、ちょっと。みんちゃんもお留守番だったの？そう、ミンティはお留守番でした。バンジーだけは本当に無理。バンジージャンプすごいやってみたいんだよね。なんか、自分から降りるのってすっごい勇気いるじゃん。だから、それが一回できるようになったら、その、もっと自分に自信を持ってたりするんじゃないのかなって思って。どんな理由だよってな。スカイダイビングめっちゃ楽しかったよ。スカイダイビングもやってみたいな。ヒカルくん、リーちゃんおっさん、おーおっさんありがとう。レンちゃん、うちの神社御朱印できるよ。実家。実家が神社なんですか？それはすごい。素晴らしい。やば、強い。それはなんかすごいいい気が来そう自分に。でもなんか役とかだったら役払いとかできるのかな。なかなかなんか何でもできそうだよね。ほんと意外とビビリだよ。すんごいお化け屋敷とかホラー映画とかが無理だから、友達に誘われても絶対行かないもん。いちご大福食べました？食べなかった。なんかあんまりご飯とかは食べなかったかな。なんかすごい写真撮ったり観光したり、観光っていうの？橋渡ったりTikTok 撮ったりしてました。初見だよ、よろしくね。かわいいね、ありがとうございます。たかしさん、たかしさんこんばんは、ありがとう。しーちゃんタンク、うん、たくちゃん、たくちゃんさん、初見ありがとうございます。高所無理だからバンジーなんて絶対痛くない。やっぱり分かれるよね、やりたい人とやりたくない人で。くちゃーん、くまありがとう。サナは全然お化けとか怖がらないよね。そう、サナはねマジでほんと怖がんない。怖いものないんじゃないかってぐらい怖がんない。なんでもお話できるよ。すごい、実家が神社ってほんとにすごいと思う。そうだからリリはなるべく怖いのとか、サナにも一回誘われたの。なんかあの怖い映画見に行かないって言われたんだけど、ちょっとごめん怖いの無理だわっつって。本当に怖いの無理なの。もう無理無理、震えてくる。なんか友達とかが心霊スポットとかに行ったとか話を聞くだけでもうやばい。そのワードが出るだけで無理。ロングチップスライドやった？あれシューンって行くやつでしょ。違う？シーンでくる。あれね、すごいリリア痛かったの。でも、にロングスカート履いてたの、その日。だから、ロングスカートだとできないよねってなってやめちゃった。で、しかもヒール履いてたから、靴貸し出ししてくれるんだけど、なんかロングスカートじゃできないっぽかったからやめた。サナ、虫が苦手じゃなかった？そうなの？あ、でもサナゴキブリとか苦手。でも、虫ってさ、みんなも苦手でしょ。得意な人いる？逆に。リリも苦手だもん、虫。しばらくだったですが元気ですか？あれ元気ですよ、ありがとうございます。レッドじゃないんだね、レッドなんだね。ありがとうございます。ネギさん来たんご、あ、ネギさんが来たんご、ありがとうございます。アナップルさん、腹息でやってたエンドの怖い話が何気に怖かった。なんかやってたっけエンド。怖い話とか本当聞きたくないからもうずっとこうやってる。だからあんまり聞いてないかも。虫苦手だけど今クモ倒した。お、さすが。イエーイ。
職員さん、ありがとうございます。くる、に、アイコンのカーテンにくるむ男さん、こんばんは、ありがとうございます。フォローとハートありがとう。マシャさん、虫無理だから夏嫌い。あ、そういうこと。夏虫多いもんね。それな、めっためたわかる。もう、そうそう、虫で巻いてたんだけど、リリー、その三島行ってからすんごい足腫れてんの。絶対蚊に刺された。もうやばいよ。なんか 3箇所ぐらい刺されて。なんかリリーって結構あまり刺されない体質だったの、蚊にね。だから絶対刺されないっていうか、まあ一回ね、刺されなかったので、刺されないと思って行ってたら全然刺されて、えって思って、え、何、ママより先に刺されたんだけどって思ってめちゃめちゃびっくりしたっていう話です。でもすごい腫れててマジびっくりしたから、すぐムヒ塗った。髪ギターに合ってね、ありがとうございます。つやぽん、バラありがとう。ジョバンさん、ジョバンさん、キャンディーありがとう。そしてヨッシー、さっき猫ありがとう。そうだから、すんごい蚊に刺された。なんか赤く腫れてる。足が多い虫が苦手。それムカデでしょ。こんな、うわぁムカデこんなだもんね。マジでムカデは本当に怖い。公園でキャッチボールしてたら蚊に刺された。なんかさ、気づかない間に刺されるじゃん。あれマジでやだ。なんかさ、ちょっと経ってからすっごい痒くなったりとかするの、うんってなる大型は刺されやすいらしいですよ。あ、そういうこと。大型だ、刺されやすいの。やだー。マセイシさん、招き猫ありがとう。レンレンキャンディーありがとう。さっき猫を洗ったよ。ん、猫をシャンプーしてあげたってこと。強くないそれ。だってお家でできなくない、あんまり。だってリリミンティのことお家でお風呂入れられないもん。ハルさん、招き猫ありがとう。キースさん、こんばんは。こんばんは、ありがとうございます、来てくれて。明日お休み。明日は学校です。明日は学校です。夏キャンプします。いいな、キャンプ。キャンプってしたことないかも。うん、意外と。京平さん、ほら、ありがとうございます。ハニーさん、ファタ行きたいけどスケジュール調整中。来てほしいな、ファタ。ニャーニャーすごいけど、あ、やっぱすごいんだ。すごそう。なんかだから、そのいるじゃないですか、あのペットのトリミングする人って本当にすごいなって思うもん、リリ。なんかたまにそういう動画とかが YouTube で見たりしてて、こんなに器用にできるんだってめっちゃ思う。ねんねん、コンフィデンスマン、あー、あれか、あの映画ですね。見たんだ。映画めちゃめちゃ見るじゃん。リー全然見てないな、映画。はじめまして、ありがとうございます。ちょっとごめん、漢字が読めないです。送り仮名送ってくれるとありがたいです。お願いします。焼肉と豚汁作ります。うまそう。外で豚汁作ると焼けていいな。学生でしないの、キャンプ。したい、しない、しないしたことないよ。なんでだろう。キャンプ大きい虫出た記憶が。なんだ、虫出ること多いよね、絶対。サナのリーの配信ものまで思い出した。なんで思い出すのアラジンは見るの。すんごいアラジン見たいの、リリー。予告すごい流れてるじゃん。だからもうすごい楽しみにしてんだけど、いけるかなーって今ちょっとリリーも調整してます。ひでゆきです。ごめんね、名前教えてくれてありがとう。ひでゆきさん、ありがとうございます。あ、終わっちゃった、曲が。そう、なんか調子が、あ、治った。キャンプしたいけど虫多そうだし暑そう。それな、暑そう。学生の時はキャンプしたよ。リリーもしたいんだよ。したいんだけどさ、なかなかできないみたいな。そう、アラジンも見たいんだけど、その来月に公開されるトイストーリーのがめちゃめちゃ見たい。トイストーリーの方がやっと、そう、トイストーリー大好きなんですけど、トイストーリー4がやっと公開されるから超楽しみです。そうだから、ムビチキを早く売り切れる前に買わなきゃなと思って、早く買おう。超可愛かった。なんか予告だけでハッってなった。リュウさん、ハートありがとう。リカちゃん、私アラジン見るよ。アラジン私も見るよ。見る？
いいなー、リリも見れたらいいなー。友達になってね。ありがとうございます。なりましょう、仲良くなりましょう。リキさんお願いします。あさかちゃん来たぞ、ありがとう。トイストーリーめっちゃ楽しみだよね。そう、すごい楽しみなの、トイストーリー。そうそう、来月はトイストーリーの公開です。楽しみ。キャンプは夜が怖い。それな、なんか着物飯とかやったらもう本当に無理。なんか中学校の、中学校、小学校、小学校かな、小学校かなんかの林間学校とかで着物飯やってマジでやばかった。もう号泣したもん。まだ何も言っててない、まだ暗闇なのに超号泣した。もう嫌な記憶でしかない。元気くんさん初見です、ありがとうございます。こんばんは。ラーメン好きですよ。誰が好きですか？僕はピザプラネットです。ミリはトイストーリーだとジェシーが好きです。もうあのカウガルジェシー大活躍、もうめっちゃ可愛い、大好き、癒される。なんか見てて元気が出る。バズとウッディどっち派？決められない。それは結構厳しいよ。なんかウッディのみんなを守る正義、みんなを守るぜって感じも好きだし、バズライトイヤーの正義のヒーロー感も好き。でもその二人のさ絡みが本当に大好きです。ラーメンティーの中にキャンディーいるじゃん。え、どこ？あ、これでしょ、チャーシューでしょ。これチャーシューよ、これチャー、あ、じゃあナルトか。ナルト言いたいの？違うよ、これキャンディー。こっちがキャンディーね、こっちがナルト。ギザギザしてないでしょこれ。一緒に肝試ししたいですっていう下駄の手紙書いてた。そんなことできんの？リーたちくじ引き制だった。自分で選べるんだ。なんかくじ引き制で選んだ。二人一組で。もう超怖かった。メンバーで名探偵コナン好きな人いませんか？でもさ、結構コナンってさ、みんなに人気じゃない？リリも普通になんかテレビ、なんか映画館に見に行くほどファンってわけじゃないんだけど、でもすごい興味はあるよ、コナンに。で、なテレビで映画のさ、再放送みたいな、再放送なのかな？とかやるときにすごい見ちゃうもんね、でも。怪盗キッドがかっこいいなって思う。自分はロッツォとブルズアイが好き。あー、ロッツォのあのモフモフ感もいいし、ブルズアイのあのみんなに人懐っこい感じもいいよね。もう選べないよね。誕生日教えてね。3月3日のひな祭り生まれでーす。また来てよ、デンチャーさん、ありがとうございます。そう、ナルトを言いたかった。あ、そういうことね。一瞬さ、チャーシューかと思った。なんかさ、なってるじゃん、なんか渦みたいのだから。あ、レッドスター招き猫ありがとう。ブブブブ、なんか久々の、ね、曲流すの。俺言うのも2回目だな。何でもできるシャボン玉。アイドルはアニメ好き多いね。そうなの？多いの？あ、そうか、リートストーリーってアニメだ。そういうことね。トイストーリー見るとみんな好きってなる。それな、みんな好きってなるし、毎回感動するし、あーって思う。でも特にトイストーリー2が一番ジェシーが活躍してるから本当に好き。でもなんか確かに気になるよね。夜さ、人形動いてんじゃないかなってすごいリリも感じる。焼肉よく行くの？いいな、焼肉。シャンシャン久しぶりに聞いた。この前の声にやらなかったから。そうだよね、やらなかったね。あ、シャンシャンシャボン玉は実際全員いないとできないんだよね。シャボン玉もつけほらしそう。だってもう6つでしょこれ。そう、全員ないとね、できないな。今日は気分が落ちてたけど配信で救えた。ハニーさんどうしたの？大丈夫？元気出して、元気を出せ。くちゃんシャボン玉少し懐かしいか。それな、ちょっとエモい、エモい。エモい。最近すごいエモいを使いたがる。シャワさん、人数がかけると出なくなってしまうと。そうだよね、嫌だな。シャボン玉めっちゃうよ。シャボン玉1つ買うから。そうなんですよ、シャボン玉はね8個まである。うん、シャボン玉の夏でほら
ゾウ、ゾウさん、ゾウさん同情だ。8だったら長靴だから、そうだね、最大でも8人がねいないとやばいよ。あ、ワニコさん、こんばんは、ありがとうございます。メンターテンコナンの映画全部見たよ。え、デンジャース、それすごい。え、すごくないそれ。なんかさ、今回のコナンはさ、あれなんでしょ、演出の方が女の人に変わったから、なんか洋服とかにこだわってるっていうのを聞いた。で、あとなんかファン、なんかすごいね、ペンライトみたいな、待って、ライブビューイングみたいな感じで、イエーイってさ、感じなんでしょ。ちょっとそれはちょっと見てみたかったの、生でって思った。まあ、歩かいてちょん。笑顔になる。アニコさん、ありがとうございます。コナン全巻持っとる、それもすごいな。リーダーも漫画とかも読まないからな。なんか漫画もあるのはあるよ、でもなんていうの、あんまり読む機会がない。飯山裕二さん、こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。あ、こないだぶりだ、ありがとう。ふわふわ、そう、実はね、そう、リリね、ちょっとみんなにね、みんなに言いたいことがあるの。今日、リリ、今日ね、リリね、ちょっと女子力上げたの。聞いてくれる？今日リリ女子力上げて、お家で、ちょっと時間あったから、ケーキを作ったの。見て、見える？すごい真っ白だよね。見える？見て。あ、止まっちゃった？大丈夫？ケーキ作ったの。やばくない？リリ作ったんだよ。ちょっと女子力上げようかなって思って。最近ね、友達がね、肉じゃが作ったりとかしてたから、あ、いいなって思って、リリも、なんか女子力上げようかなって思って。ケーキ作りました。すごい真っ白なんだよね。そう。だから、これは今夜、この後、この配信終わってから食べようと思います。トッピングはまだしてないの。そう、頑張ったと思わない？ちょっと褒めて誰か。私の女子力が上がったと思う、本当に。すんごい冷たいお皿が。そう、真っ白。生クリーム塗っただけだからさ。仲間は生クリーム塗ってるだけだから、今まだ。すんごい白いんだけど、見える？こんな感じでーす。ショートケーキ、中身はね、後で教えます。後でツイッターにも載せるんで、もしよかったら見に行ってください。何でしょうか、内緒。トッピングはまだ。これからトッピングします。なんでしょう。そう、すごい女子力高くなったと思わない？なんか、今まで、その、ケーキとか、まあ、作ったことないし、バレンタインの時とか、友チョコ作る程度だったから、で、あとはなんかキットとか買って、そのキット通りにやったりとかしてたから、そう、自分でね、一から作ったの。今回はちゃんとママの協力を得ないで一人作ったの。みんな褒めて。はい。ってことで、私は今日ケーキを作りました。そう、後でね、その写真はツイッターとかに載せるんで、もしよかったら見てください。女子力レベルアップ、おめです。ありがとう。髪の毛黒いな。一人で作れてすごい偉い。でしょ？でも結構簡単なやつだったから作りやすかった。今夜だから食べるのが楽しみ。コッコさん初見です。嘘つけー。嘘つけー。ゆうくんじゃん。ゆうくんお久しぶりです。ありがとうございます。原宿駅前カフェで食べたい。あ、もうリリちゃんケーキみたいな。なんで自分でちゃんつける？リリケーキみたいな。だったらラーメン出そうよ。スポンジ巻いたの？今回はね、スポンジじゃないんだ。作ったの。スポンジじゃなくて、クッキーを使って作りました。だから、かなり簡単。簡単だよ。すごい。そのインスタグラムとかに載ってるレシピとかを参考にして作りました。すんごい暑い、この部屋。2019年6月4日、ケーキを作った日。ケーキ記念日じゃん。
リリのケーキ作った記念日ね。今日の T シャツラーメンですか？そうです、今日の T シャツは醤油ラーメンです。仕事忙しくて大変、あーゆうくお仕事お疲れ様です。じゃあ次はラーメンを一から作るしか、頑張ります。わーなんかありがとうございます。カポーンケンジさんありがとう、来てくれて。ケーキ記念日、りーちゃんラーメン原宿駅前カフェに欲しい。ほんと？ちょっと考えちゃおうかな。カフェでラーメン&ケーキセットいたしましょう。なんかセットにしたらすごい値段高くなりそう。そんな思ったらすごい眉毛見えてるんでしょ。前髪が薄い、部分的に薄いな。あれ、りーかちゃんのこと大好きやで、ありがとう。その T シャツ欲しい。面白いよね、この T シャツ。もう一個持ってるの。豚骨ラーメンも持ってるんだ。クッキーケーキ美味しそう。絶対欲しいよね。なんか、今度は、キリ？キリちゃんじゃないよ。クリームチーズのキリあるじゃん。あのチーズを使ったチーズケーキ作りたいなって思ってるんだ。これから女子力バンバン上げていこうかなって。スタッフさんに提案しよう。うん、行ってみます。一晩寝かせた方がしっとりするよ。あ、ほうなの、ほうなのじゃない。そうなの。あら、まあまあいいや、今夜食べちゃおう。豚骨バージョンもある。そう、豚骨バージョンは長袖だからちょっと暑いんだよね。あ、よし、ケーキありがとう。豚骨ラーメンバージョンもあったのか。そうです、ありますよ。りーちゃんのチーズケーキ美味しそう。ほんと？まだ作ってないけど。じゃあ作ったらまた報告します。俺のこと呼び捨てでいいよ。 OK です。あー苦手やな。でも呼び捨てつけちゃいそう。つけちゃったらごめんね、くんとかさんとか。チーズケーキ食べたいの。食べたいよね。そう、りりこないだすんごいチーズケーキ食べたくなって、それであれ食べたんだ。チーズ、キリのチーズを使ったチーズケーキみたいな、かき氷みたいな。セブンに売ってるんだけど。それを、このアイスを食べてめちゃめちゃ美味しかった。本当に美味しかったよ。この T シャツは多分醤油ラーメンです。ロンティーか。じゃあ持ってないよ。え、豚骨ラーメンの持ってるの？セシさん。じゃあ、ケンケンでいいよ。オッケー、頑張る、ケンケン。ベイクドチーズケーキ食べたい。あ、みんなはさ、ベイクドチーズケーキ派？それともレアチーズケーキ派？どっち？リリはレアチーズケーキ派。ベイクドチーズケーキか、レアチーズケーキ、どっち？どっちかどっちで？こっちになって。最終的にぐるぐる回ってエスカルゴ。どっち？そんなのあるんだ。食べる？食べてみて。てか、サンディシャツ持ってる。え、恐ろしいやないかーい。レア、レア、ベイクド。レアチーズ、ベイクド、レア、ベイクド、レア、レア。レアチーズの方がちょっと多いかな？レアチーズの方が。レアかなー。さあ、ベイクド。圧倒的にレア。あー、やっぱ分かれるよね。その、なんていうの？しっとり感のベイクドチーズケーキがいいか、そのさっぱりして、なおかつその下のクッキーとチーズが混ぜ合わさって美味しいレアチーズケーキがいいか、レアチーズケーキがいいか、すごい迷うね。両方、やっぱ両方もいるよね。今日も元気だね。ヨーグルト、ヨーグルト、いきなりいきなりヨーグルトちゃうかな。ウェルダンウェルダンとは、ハッシュタグとは、リリ派かな。それはちょっと違うよ。翔さんちょっと違うよ。みまやめさん、ケーキありがとうございます。レアチーズの方がちょっと多いのかな。でもどっちも美味しいよね。わかるよ、すっごい気持ちはわかる。リリもレアチーズ派。やっぱあの下のクッキーがね、やっぱ結構クッキー好きだから、下のクッキーが好き。スフレのチーズ、スフレチーズケーキ、スフレチーズケーキも美味しいよね。その北海道店とかに売ってるチーズケーキとかすっごい食べたくなるもん。マジでチーズケーキ食べたくなってきた。さっぱり感が好き。さっぱり感いいよね。
ケーキ自体あまり食わない。あ、そういう感じ？え、じゃあみんなもしケーキだったら何ケーキが好き？そう、今教えてくれてるよね。モンブラン。モンブラン、リリ食べたことないんだ。モンブラン。ケーキのスポンジ好きじゃない。なぜ全部クリームじゃないのか。いや、さすがにクリームだけじゃ、じゃあ、さ。マジで、シャーじゃない。マジでさ、全部クリームだとさ、やっぱさ、揺れちゃう。土台がしっかりしてないとさ、やっぱり。土台大事じゃん。ケーキはタルトが好き。あー、タルトもいいよね。フルーツタルトとか。いいよね。でもね、リリ、フルーツタルト最近食べれるようになったんだ。ラーメンケーキ。あー、それめっちゃ気になってんだよね、ラーメンケーキ。大阪の陸老おじさんのスフレチーズケーキ美味しい。え、後で調べてみるわ。ミルクレープ。チョコケーキ。いちごのショートケーキ。モンブラン。モンブラン多いな。ミルフィーユ。モンブラン。モンブラン食べたことない。ミルクレープはいかがですか？エモい。パイやカスタードのミルフィーユみたいな。あ、わかるよ。あれよね。それミルフィーユよ。多分ミルフィーユ。モンブラン食べたことない人珍しい。なんかモンブランって栗のイメージ。栗？栗だよね。うん、栗。栗のイメージがすごい強くて、栗あんまり得意じゃないから、得意じゃないっていうか食べたことがない。食べない。食べる機会がないから、モンブランは食べたことない。ガトーショコラがいい。ガトーショコラ。いいよね。でもちょっと大人だよね。モンブラン。おはぎ。おはぎ和風やな。モンブラン食べたことない。あ、食べたことない人いた。よかった。食べたことないならそうしてる。栗嫌いならしょうがないけど。でも今度食べてみる。リリケーキ。だから翔さんちょっと違うよって。ちょっと違うよって。久しぶりに LINE ライブなの見たのですが、リリちゃん元気ですね。そう、元気が取り柄です。お芋のモンブランとかある。芋か。芋のモンブラン。さつまいもとかのモンブランなのかな。さつまいものモンブランってあるのかな。栗じゃない大体が。生クリームショート。ね、生クリームショートって何？ショートケーキのこと？コミさん、ショートケーキのことそれ。ヨシさん、ドナツありがとう。ドゥーブルフロマージュ。またカタカナが多いもの送ってくるね。フロマージュも美味しいよね、絶対。フロマージュってリリー食べたことあるのかな。リリーも比較的チョコケーキが好き。うん、チョコケーキかチーズケーキかショートケーキで、うちが結構好きなのはあの富士屋に売ってる生チョコケーキ。生チョコケーキがすんごい美味しいの。生チョコケーキとチョコケーキとホワイトチョコケーキがマジで美味しい。もうぜひ行ったら食べてみてください。本当に美味しいから。ケーキは本当にそこ好きよ、私。いちごタルト。あー、いちごタルト美味しそう。フランボワーズとか使ってるやつとかめっちゃ食べたいな。なんか、リリが昔見てた、ちっちゃい頃見てたアニメ、最近また見てたりするんだけど、そのアニメが、そのパティシエのアニメで、そのケーキ作ったりとかしてるから、もうめちゃめちゃケーキ食べたくなるんだよね。ポムポムプリンのケーキ？かわいい！え、てかリカちゃんお誕生日だったの？誕生日おめでとう、リカちゃん！おめでとう！おめでとう！果物いっぱい乗ってる系が好き。あ、じゃあフルーツタルトとかフルーツケーキかな。ダークモカチップフラペッチョ。ダークモカチップフラペチーノ。はい、言えた。スタバで働ける。どういう基準やねん。チョコかチーズかショートって大体の人そうでしょ。あ、そうでした？失礼しました。モンブラン幼稚園の頃から食べてた。大人ですね、まさひろさん。卵かけご飯、前違うよって。ほうじ茶タルト、すんごい気になるそれ。夢色パティシエル、そう夢色パティシエル見てた。見てた。最近もまた見たりするんだけどね。えかちゃんおめでとう。幸せな1年にしてね。おめでとう。王道でショートケーキが好き。あー、それな、ショートケーキもいいよね。あ、クリームをマカロンでサンドしたやつ好き。クリームをマカロンでサンドしたやつ。マカロンケーキ的な？美味しいよね。マカロンリリも大好きだよ、でも。すんごいマカロン大好き。なんか、サクッ、ふわっ、あの感覚が好きよ。最近美容院行った。行った？6月に入っては行ってないな。5月に行きました。この髪を切りに。
ケーキ屋さん行くと必ずシュークリーム買う。シュークリームね。でもいつも食べるのに苦戦する。抹茶ケーキも美味しい。あー、抹茶ね。最近まで抹茶得意じゃなかったから、抹茶を食べるのがちょっと苦手だったから、抹茶ケーキとか食べたことないから食べてみたいな。マカロン一度も食べたことない？それ損してるよ、福ちゃん。絶対食べて美味しいから。ガリガリ君好きかな？ガリガリ君も美味しいよね。でも最近なんか、インスタじゃない、TikTok でガリガリ君のアレンジ方法みたいのがたまたま回ってきたの。たまたま回ってきて、それ今度やってみようかなって思って今度やってみたいと思います。ところでラーメンケーキって何？なんかね、どこかで作ってるんだよ。どこかの会社の方、会社で作ってるラーメンケーキがあるの。本当にラーメンの器に、汁に麺が全部ケーキになってて、誕生日ケーキをそれにしてもらおうか悩んだんだけど、ちょっとさすがに時間がなくって、それに気づいたのが遅かったんだよ、誕生日3月3日なんですけど、結構前に立ち申しなきゃいけないらしく、それでリリー気づくの遅かったから頼めないから、頼むの忘れちゃって、だから今度はちょっと早めに頼もうかなって思ってます。うん、本当にあるよ。マカロンアイスめちゃくちゃ美味しい。美味しいよね、マカロンアイス。めっちゃ好き。セブンイレブンのマカロンアイスマジで好き。すんごい、ケーキに熱く語ったらすんごい熱いんだけど。ラーメンケーキ映えそうだよね。マジ映えそう。じゃあ、あとそろそろ3分ぐらいで終わりにしようかな。じゃあ、22時45分までやります。45どっちだろう。じゃあここでみんなに告知をしたいと思います。まず一つ目、じゃん、6月22日土曜日にふわふわワンマンライブが開催されます。イエーイ。場所は原宿ベレポック美容専門学校さんです。今回のワンマンライブは今ね、チケットがピアプレリザーブにて発売してるので、もしよかったら買ってくれたら嬉しいです。じゃね、またふわふわとか私に会いに来てくれたら嬉しいです。行くよ。あ、行く、ありがとう。待ってます。昼と夜の2回あるので、14時からと17時から2回公演あります。皆さんふわふわに会いに来てください。明日からリハが始まります。そして2個目は、じゃん、7月21日日曜日、関ヶ原歌姫合戦にふわふわが出演します。初の岐阜、そして初の関ヶ原です。関ヶ原にね、ふわふわが初出場します。外のイベントで暑いんですけど、ぜひ皆さんね、他のアイドルグループも出るので、皆さん時間とかお金に余裕があったら、皆さんふわふわにも会いに来てくれたら嬉しいです。場所は岐阜県の東海運動公園かな。そう、ごめんね、ちょっと漢字の読み方が違ったら申し訳ないんだけど、東海運動公園にて関ヶ原と姫合戦があります。これね、本当はイベント2日間あるんですけど、ふわふわは1日だけ出演します。皆さんもしよかったら来てくれたら嬉しいです。まあね、その前にまずワンマンライブですよ。ワンマンライブ、みんなワンマンライブ来てね。6月22日です。今日は4日だから、あと18日、カウントダウンだ。あと18日です。みんな来てね。はい、ということでね、そろそろお別れのお時間です。だから今からケーキを食べていきたいと思います。ケーキ食べちゃうぞ。みんな来てくれてありがとうございました。ごめんね、終わり方ございないですね。それではおやすみなさい。バイバイ。